どうもこんにちは。元派遣社員35歳、食われたアボカドです。最近ね、階段登るたびに体が重いなーって思ってて、なんでまさか何かの病気とか無駄に怯えてたんだけど、リアルに体重が増えただけっていうね、たまに現実から目を背けたくなるんだけど、やる気が起きないなーとか、頭が回らないなー、もう何もしたくない。歯磨きもしないで家でダラダラして、気づけば夕方みたいなね、好きな言葉で YDK っていう、やればできる子っていうのがあるんだけど、そういう時って、本当に気分も落ち込んでるから、もうやってもできない子だって無意味に自分を責めちゃって、さらに落ち込んじゃって、でそれを客観視してまた凹むみたいな、本当に負のスパイラル、悪循環になっちゃうんだけど、やっぱりさ、やる気が出ない状態って気持ちのいいもんじゃないから、やる気出ないなぜとか検索してみるんだけど、大体ね、普通に毎日の疲れが溜まったり、人間関係でこう考えすぎて頭がオーバーヒートしてたり、あと天気気圧の関係とか季節の変わり目とかね、そういうのが原因だったりするんだけど、疲れ具合とかスマホの充電みたいに可視化できればいいのになって、残量 20% ですみたいな、あと生理前の PMS ね、気分がドーンって落ち込んで鬱っぽくなっちゃったり、 PMS はね3ヶ月に1回くらい突然号泣しちゃうんだよね。どこからともなく込み上げてくる負の感情、やる気が起きないっていうか、もう悲しくて悲しくてみたいな。でそういう時に限って大型犬オットアメリカ人と喧嘩もするし、悲しい感情とイライラに拍車がかかって爆発するみたいな、もう本当にイライラが止まらないのね。でそういう時にする喧嘩の理由って大したことないんだけど、それまで普通に仲良く街歩いてたのに、どこどこに行くんだったらこっちから行った方が絶対早いよ、いやいやそんなのありえないでしょ、こっちだしみたいなところから始まって喧嘩する。で他にも、この料理を作るなら先にこの手順をしないと後で困るよ、いやいやそれはこれをした後でいいから、いやいやいやなんでそうなるのみたいな、本当に今考えればかなりどうでもいいことなんだけど、何回かそういう経験をして、やっぱり生理前は特に気をつけないといけないねって学ん で、生理前には極力人には会わない、予定を入れない、あらかじめ大型犬にホルモンバランスが崩れるから気をつけてねって注意喚起をする。で他にも適度な運動が必要だからサクッとウォーキングをしよう、もうすぐ生理だから意識して鉄分を取っておこうかなとか、すごい小さな行動なんだけど、意外とこういう自分への思いやりと周りへの注意喚起が結局は自分を救うみたいな。あとやる気が出ないでいったら、自分の行動シーンが変わると気分もバチッと切り替わることが結構あって、例えばね、やる気が起きなくてずーっと家でゴロゴロしてる、でそんな時に突然友達がピンポンして登場したり、あとかかってくるはずのない友達から電話を受けて話してみたりとか、周りからの刺激を受けて、そういうふとした一瞬で全くやる気がない感じだったのに一気にスイッチが入る。あとね、セルフエスティームっていうのがあって、自尊心とか自己肯定感っていう意味なんだけど、これはワーホリ中超格安の語学学校に通ってた時期があったんだけど、日本に帰国したら外資系企業で即戦力として働きたかったから、ビジネス英語を勉強したくて取ったコースがあって、で手続きのミスかなんかでそのコースが英語でビジネスと経済を学ぶっていうコースだったのね。いやビジネス英語だけどもって感じもするんだけど、でこのおじいちゃん先生がね、すごくいいことを言っていて、自信がない人に特におすすめ、セルフエスティームがいいよって教えてくれて、これは毎日続けていかないといけないんだけど、その日に達成したこととか、あとやってよかったことをメモに書き足していくっていう方法で、例えば電車に乗って妊婦さんに席を譲ったとか、こういう工夫をしたらプレゼンがうまくいったよとか、別に些細なことでもよくって、今日はアイスを食べるのを我慢できたとか、何でもいいの、全部ポジティブっていうのが絶対条件で、それが10日後、半年後、1年後って続けると、すごい数のポジティブな情報が蓄積されていって、それをどうするかって言ったら、自己肯定感が下がっちゃった時、何をするにも自信が持ってない時ね、気分が落ち込んでいる時、そういう時に過去の自分がしてきたポジティブな行動を見返す、そうすると過去のポジティブな自分が現在のネガティブな自分をグッと押し上げてくれるっていう、なるほどっていう感じだよね。その日から始めたんだけど、もう全然続けられなかった。でもね、自己啓発の本とか読むよりよっぽどいいなって思って、過去の自分の行動が今の自分をポジティブにしてくれるってすごい理にかなってるなって、本当にいい方法だと思った。他にも試してみて効果的だったのは、やらなきゃいけないこと、勉強とか家事とかね、5分10分でもやってみる、5分でも長いと思ったら、ダラダラしてる体を一回起こして
って、2、3分でいいからとりあえずやってみるみたいな。で、意外とね、これが結構はかどったりして、普段よりいい仕事ができたりすることもある。本当はね、何もしなくて済むなら何もしないに尽きる。だって何もしたくないんだもん。健全だったらね、絶対一生そのままなわけないじゃん。時間が経てばお腹すくし、ご飯食べれば洗い物が出るし、絶対何かしら動かなきゃいけなくなる。もう何もしたくないっていう時は、時間が許す限り完全に頭の中を空っぽにして何もしない。そんなわけでね、ネットフリックスを見ながら無心で気分を落ち着かせて過ごしているアボカドでした。ちなみに最近ハマっていた海外ドラマは、韓国の学園ゾンビドラマ、私たちの学校は、ストーリー性があってハラハラ感がたまらない。もし他にこんなことを実践してるよとか、これは効果的だったよとか、そんなことがあれば、ぜひコメント欄にて教えてください。高評価とチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。食われたアボカドでした。Busy. Busy. How's your day? Actually, very productive. Delicious. I guess you're gonna like it. I'm gonna like it? I guess you tried it already. Oh, wait a second. Cheese? It's important chili ingredient. Cheese is basically mandatory. It's thirsty. But I'm sick.